ルイジ・ローランドルイジ・ローランドは、イタリアの解剖学者、生理学者。1773年に、トリノで生まれた。トリノ大学の教授として、脳の解剖学的の研究を行い、脳機能の極在を予測した。ローランドは1773年、イタリア北西部サルデーニャ王国の都市トリノで生まれた。若くして、父を亡くし、牧師であるおじのアントニオ・マフェイに育てられた。 地元の大学で最初哲学を学び、次に医学を学んだ。この時ローランドは特に解剖学と動物学に興味を覚えた。1793年に大学を卒業する。1802年、肺の比較解剖の研究で学位を取った。フランス革命戦争の勃発に伴い1799年、サルデーニャ国王ビットーリオエマヌエーレ一世がサルデーニャとへ退避する。 退避した先で、ローランドをサッサリ大学の臨床医学の教授として呼び寄せる。しかしローランドは、リボルノで発生した、大熱病の流行のため、3年間フィレンツェで足止めを、食う。1807年、ローランドはサルデーニャ島へ移り、1814年まで暮らす。1815年、ナポレオン戦争が終わり、ローランドはトリノに帰り解剖学の教授となる。 女王の医者も務める。1829年12月、トリノの美術学院の解剖学教授となる。1831年4月、死去。死因は、幽門の癌であった。ローランド公用室とローランド公は彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。